お願いします。あ、おもろでした。うん、開けるんだ。皆さんこんにちは。あ、もう一回ね。マンドリ TV をご覧の皆さんこんにちは。岡田真央です。で別にやり直さなくてもいいレベルだと思うんですけど、なんか一応言った方がいいのかなと思って番組名。いや、それは言ってくださいよ。そうでしょ、マンドリって言ってなかったから。はい、そう、はい、今日はですね、はい、まあダブルリーグを見てる皆さんは、うん、その今年のオールスターがなくなったこと知ってると思うんですけど、はいはいはい、中止になっちゃって、うん、で、あのそこにね、OG 戦っていうのもあったんですよ。あ、OG 戦ね、はい、まあ、引退発表してる人とか、そうそうそう、はい、去年そのコロナで最後までリーグが続けられなくて、うん、でもそんな中引退してしまった人たちが集まって、うん、最後試合しようみたいなのがあったんですけど、うん、それも中止になってしまった、うん、皆さんとても残念に思ってると思うんですよね。確かにね、はい、ということでですね、うん、今回は、はい、なんと、はい、ダブルリーグの OG の選手に来てもらいます。はい、結構ね、はい、あの可愛くて人気の可愛くて人気の綺麗なんで凍えんですか。あ、お願いします。丹羽選手です。はい、丹羽選手お願いします。よろしくお願いします。はい、東京羽田ビッキーズを引退しました、はい、なるほどなるほど。大花学園出た、そう、もうトップですよ。日本ので、早稲田大学行って、おー、すごい強い、トヨタ自動車行って、東京羽田です。わー、すごい、はい、ちょっと名前言ってもらっていいですか、もう一回。あ、本物かわかんないですね。はいはい、お願いします。丹羽優美です。お願いします。あ、おもろでした。で、はい、今日はあの私ガードとかフォワードだったので、はいはいはい、教えてもらってることって大体そっち寄りのこと。あ、まあドリブルとか、そうですね、発信してたと思うんですけど、うんうん、やっぱセンターの子も見てると思うので、あ、確かに見てほしいと思うので、うんうんうん、このセンターの丹羽ちゃんにセンタープレート、丹羽さん、あのポジションはセンターですね。なるほどなるほど。何センチでしたっけ。78。なるほどなるほど。そうなんですよ。だからちょっと教えてもらおうと思います。あ、なるほど。じゃあ今日はセンターの人は必見の内容になってるという。そうですね、はい、じゃあ最初は丹羽ちゃんが得意な得点の取り方みたいなのを、あんまり私は1対1が、外からの1対1ができないので、うん、あの振り向いたらリングみたいな場所でボールをもらうのが得意なので、なるほど、その前タイミング合わせてこういい位置で身を取るっていうことが得意。あ、大事。すごい、あの、ね、難しいことしなくてもこういうことで点取るべきなんですよ、本当は。私もそっち派だから。なるほどね。え、それは例えばどういう、そ、どこら辺が一番のその、そう、ここでもらえるのがベストです。はあ、はあ、ここで一番ガリング、そうですね、ここでもらえるのがベストなんで、はい、なんでタイミングよくここに入り込むってことが大事で、私はだいたいあのここ入ると3秒考えられるじゃないですか、はい、ここで待ってて、はい、あのね、ウィンズにボールが来た瞬間にここに入り込むんですけど、入り込むって言ってもここバックされるじゃないですか、はいはい、で押していきます。ここ来るって思った瞬間に前向きで押してって、来た瞬間に開くとここで、なるほど、え、ボールがじゃあもうこっちにあるタイミングで前に絶対こっちに来るんだろうから、離れるボールがこう指先から出た瞬間に前に。そんな細かいミリ単位入った瞬間にこう取るとここで帰るだけなので、なるほど、タイミングめちゃめちゃ重要だもんね。僕は多分入るときこうやって待ってたりとかするんですけど、前向きで、うん、あ、もうそっち、こうやって学校に行ってもらったらし、前向きでもしディナーしてたらこう向きで、そう、あ、こうだったらこうなんだ、なるほどな。え、これ、こうなってるの時はどういう感じですか。でもこうなってて、ボールがあそこにあったら、うん、切ったら、このボール入る、あーはーはー、切るんか、あ、でももうね、今ね、ちょっと抑えられただけでわかる、うんうん、何がそう、なんかその、なんかガッチリガッチリ来てる、本当は行きたいけど、なんかうまいの、そのガッてするのが、そう、合気道みたいなのがさ、もしそれでガッてしようとしたら、こうやってやってきたらまたさ、今までパスが来るのを待つか、ここにある時にここに行ったらこっち狙う
開いてるから、うん、そうで、こちらそうだね、この人からもこの人からもこれけど3秒ルールってありましたよね。また出ないといけないんですか、そのこっちがあのそんなうまくパスしてくれなかった。そうですね、もう本当はここにパスで合わせてるんですけど、うん、ダメだったらここでこうやってポップして出ます。なるほど、うん、それはもらえるんで、はいはいはい、そこで打ったりもしてくれる、うん、あの計算される。なるほど、そう、あのね、私こういうのを教わった方がいいと思うんだ、結構子供子供そう、あのタイミングとかさ、ディフェンスがここにいるから、なんか次の準備のタイミングとか、はいはいはい、めっちゃ全部大事だと思うんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。それが分からずにね、やっているとね、効率悪いよね。そうで、ガードもでも理解してくれると、パスを出してくれる位置を考えてくれるんで、ここで面取っても、うん、パス、ディフェンスがこっちにいるのに、ここに出したら、うん、そうだよね、されるじゃないですか。こうなってる時はここに出してほしいし、うんうん、逆にこっちにいる時はここにちゃんと捉える、はいはい、遠いところ分か、うん、ってくれてるとセンターもすごく取りやすいね、うん、逆にけど逆側を見れるんですよね、センター。要はガードの人はこっち向いてますけど、ね、全体見れます。確かに、はい、そうやって見てる。そうです、大体ここでこうずっと見ててずっと見てる場合は本当にずっとでボールついた時ってあっちのセンターとか面取ってるじゃないですか。この人オープンで、うん、ここをやっちゃう時あるんです、はいはいはい、そしたらここでもらってるんですか。なるほど、待ってたりとか、この人が向こうに寄ってたらここフラッシュしてこのまま見てるんで、なるほど、だから無駄に動かず、まずとりあえず見てそこでこのタイミングずっとそこで狙ってるんだけど、あーなるほど、じゃあ今の習得したら、シュートはどの練習したらいいの？そのゴール下のシュートの練習をされてるんですか、よく。そうです、そうです、ここ、これ、はい、ここ、ここ、今です。このパスがこっちに来た場合でも、そのまま。なるほどね。こっち側の場合は、どっちにいるか分かんないんですよ、背中に感じるんですけど、はいはいはい、ここで真後ろにディフェンスがいたら、もらうときにちょっと下がります。うん、開けるんだ。なんでガードがこっちにパスしてくれた時は信頼してちょっと下がりながら、下がるとディフェンス出てくるからスティールされるじゃないですか、うん、でもその状況でもここに出すってことはディフェンスがもう真後ろにいるから、はみ出てる時に多分こっちにしたらもうガードのミスって思ってなるほどね、こっちに出した時はもう引いて、すげえな。うん、結構大事だから、それ当たり前のように言ってるけどそれ言ってるけど、ちゃんとここまでもらうんじゃなくて、ちゃんとこうやって押すことによる、ことによるディフェンスの何夜が夜こと、夜ことの夜ちなみになんかこうスクリーンアウトするコツみたいなのってあるんですか。打たれたら、はい、半身で迎えに行って、はい、こっちに動いたらこっち足出す、こっちに動いたらこっち足出すやると正面で行くと逃げられる。はははははは。半身で行くとどっちにも対応できるんで。すげえ。あ、この時はバーって行ってチェックして。なるほど、そのチェックでどっちに行くかを判断するってこと。そうです。もうここで感じます。うん、訓練、もう本当に訓練だと思うんですよ、練習で。これ多分やると結構。はははは。半身で行く。多分ダブルは結構多いです、うん。そうだね。ダブルは絶対やってるはず。行けてないセンターはいっぱいいますよね。行けてないセンター。要はあのまあ守ってて、ああこいつ分かってねえなみたいな。要はそれはやったらダメよっていうことですけど。でも私は逆にタイミングで自分で取りたいタイミングで取られたら負けだと思ってるんで、そのタイミングを取らせないようにしてる。ああなるほどね。なるほど。こっちに来たタイミングで入ってくると思ったら、その前に突きぶつけて入らせないと。ああなるほどなるほど。するからそれされないようにしないことなんだ。でもそれで一回で諦めてきたらちょろいな。ああそういうことね、そういうことね。でもここでもらってシュートが結構今の子たちめっちゃ上手いですよね、わかる。もうスリーポイントも打つようになってますもんね。全然なんで今は
昔はそれで勝ちって思ったんですけど、今はそれで決められるとなんかやばいな時代本当にあるよな。センターもモアド化してきてるもんね。メディアが広がってる。それこそね、高田真希ちゃんも打つし、高橋ひらみちゃんも打つし、あんだけ一番日本で一番大きい人がするようになってるから。あ、世界もそうなってるってことですね。そうだと思います。え？そうだと思う。面白い。そういうこと考えたらいいんだよみたいな。ね。マジで見てほしい。いや、見てますから。ね、はい。ありがとうございます。はいはい、なるほど、ね、これも細かいけど大事かもしれない。そこに行かせるように1本目です。ああ、なるほど、しっかりかけて、スライドにさせないと最高かも。いや、見すぎっすよ。この辺